はい。えー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第6週の、えー、3本目のビデオになります。え、第6週は JF スタンダードで、今日は CanDo についてお話をします。はい。えー、CanDo というのは、えー、いろんな名前があります。CDS ということもありますね。これは CanDo Statements の略です。それから日本語では能力記述文ということもあります。 で、この c a n d o には4種類があるんですけど、活動 c a n d o 能力 c a n d o テキスト c a n d o 法略 c a n d o という意味ですね。でも、あの、コースを作ったりするときに一番大事なのはこの活動 c a n d o というものです。えー、なので、ここでは活動 c a n d o を主に、えー、紹介しますね。で、この活動 c a n d o にも3種類があります。はい。えー、1つは、 算出。二つ目は需要。三つ目はやりとりですね。算出というのはプロダクティブアクティビティで、例えば話したり書いたりします。需要というのはレセプティブアクティビティ。聞いたり読んだりすることですね。それからやりとりというのは、それこの二つが一緒に起きるようなものです。例えば今私は話しているだけですから、これはプロダクティブアクティビティですけど、 友達と話しているときは私が話すこともありますし、友達の話を聞くこともありますね。そういうときはインタラクティブアクティビティになります。はい。えー、ですので、今まではあの日本語教育の世界では、4技能といって聞く、話す、書く、読むというふうに分けていましたが、えー、この JF スタンダードとかあの行動中心アプローチの場合は、こうやって3つに分けることが多いですので、気をつけてください。はい。 では、この活動キャンドゥの例を一つご紹介します。例えば、自分の国について学ぶ集まりで、あらかじめ準備してあれば、自分の国や街の様子などについて、まとまりのある簡単なプレゼンテーションをすることができる。これが、あの、一つの、あの、活動キャンドゥの例です。はい。こういうふうに、できるというふうに、文章の最後がなっていますね。はい。これが特徴です。 で、えー、どういう場所で、どういう場面で、それが自分の国について学ぶ集まり手ですね。それからあらかじめ準備してあれば、これは条件です。どんな条件でそれができるのか。それが、えー、そして、えーえー、対象ですね。内容がここにあります。話す内容が自分の国や町の様子などについて。そして最後に行動が書いてありますね。まとまりのある簡単なプレゼ,プレゼンテーション。これが行動になります。 はい。で、えー、この活動キャンドゥというのは、この行動中心アプローチの一番中,中心にある行動そのものなんですね。えー、活,動あの活動中心アプローチというのは、この JF 日本語スタンダードも含めて、えー、この活動中心アプローチでは行動ができることが事業の目的になりますね。でそしてこのか、あのこの行動を書いたものがキャンドゥになります。 で、えー、文系シラバスですね、えー。みんなの日本語とかも文系シラバスですけど、えー、こういう文系シラバスでは、文系というものがとても大事になります。第1課の文系、第2課の文系という感じで、えー、教科書の,あの目次を見ると、この文系がリストになっていますね。えー、それと同じように行動中心アプローチ、えー、つまり JF スタンダードとかもですね、その場合は第1課のキャンドゥとか、 第2課のキャンドゥというふうに、このキャンドゥが目次になっていることが多いです。えー、これをテストするときもですね、まあ、書くことのあのキャンドゥキャンドゥが何か書くことに関係しているものだったらもちろん筆記テストでもいいんですけど、でもさっきみたいにこういうプレゼンテーションができるとかですね、こういうキャンドゥがその課の目的になっているときは、そのキャンドゥが実際にできるかどうかをテストします。それがテストになるわけですね。 はい。えー、この,あのスライドへのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB63A になります、えー。今日のこのスライドの中、このビデオの中に、えー、知らなかった言葉があったらまた暗記やクイズレットやメモライズなどに、えー、登録をしておいてください。はい。それでは私からの話は以上です。失礼します。